ブルージェイズ菊池雄星投手33が敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発7点リードの5回に一挙7点を失い4回3分の2で6安打を浴び自己ワーストに並ぶ7失点3四球6三振で降板した勝敗はつかず今季20試合で4勝8敗防御率442菊池は初回 先頭マルテにアンダを許すも後続をきっちり抑えて無失点。2、3回も危なげなく抑え、打線が6点を奪った直後の4回も三者凡退に抑えるなど、自分のペースを崩さなかった。だが7対0の5回、突如請求が乱れた。アンダと西急球で一死満塁とされると、一番マルテに初球カーブを捉えられ、グランドスラムを被弾。さらに自打者モレの西急。球。 グリエルにアンダを許し、2試1・3塁で5番グリチェクに敵地打を打たれた。次のマッカーシーには死球を与え、7対5の満塁の場面で降板。変わった左腕カブレラが走者2人を返し、菊池にこの回7失点が記録された。試合は7回に3番ゲレロが14号勝ち越しソロを放って勝利。 だがチームは今季44勝52敗でア・リーグ東地区最下位に沈んでおり、今月30日が期限となっているトレード市場では売り手に回って主力を放出すると見られている。